じゃーん、今回は赤い彗星のシャアを買ってみたよ。映画が公開されてるんでね、ちょっと安室と飾ろうと思ってちょっと開けてみます。イケメンだな。あ、タバコ吸ってるのがあるな。あ、やっぱ狙撃するときはこれだ。わ、どうしよう、どれで飾っとこう。わ、シャアだ、シャア。赤い秀一。まあ普通の人だからな、シンプルはシンプルだ。ちょっと逆関節に曲がりすぎじゃねえ。あ、何これ、取れる、これ。え、これ取れんの、これ。あ、布団を取れるんだ。びっくりした。こんなに曲がるんかと思った。お、防弾チョッキしてきてる。フィルム。あ、これで、これ。え、これどういうこと？片膝ってこと？太ももを交換してどうしろってのこれ。あ、帽子は取れっつんね。ちょっと狙撃で飾ろうかな。ライフルすげえ。銃もあるよ。これ何の銃だろう。こんな感じ。これ固め。狙撃中。タバコ吸ってる。うわ、折れそう、これ。大丈夫？これイケメンだな。超イケメンなんだけど。よし、ちょっとポーズつけて飾ろうか。これ頭どうやって取れんの？お、こういうことか。あ、こういうことか。こうやって取り替えるんだ。ほら。わあ、どうしよう。タバコ吸ってた方がいい？これ。固めつぶってるもなんかな。でもいっか、これでちょっとやってみるか。これでちょっと射撃でやってみるか。狙撃で撃ってるところ。よし、めちゃくちゃかっこよくない？これ、めちゃくちゃかっこよくないですか？意外にいいや。すげえ、赤井さんかっこいいわ。黄色の弾丸だわ、かっこいい。ちなみに安室と並べるとこんな感じ。安室さん、安室レイ。いや、こっちの方が付属がいっぱいあるから。あ、やべ、さちて。安室はシンプルすぎるんだよな。よくない？アムロとシャアだよ。ちょ、ガンプラ。じゃーん。アムロレイ。じゃーん。赤い彗星。めっちゃいいな。ガンプラとも合うね。これはロボット魂だけど。すげえ。なにこれ。俺思うんだけどさ、ガンダムもさ、パイロットのフィギュアーツ出せばいいのにな、これ、アムロとシャアを。あ、なんで出さないんだろう。それでなんか、コックピットのさ、なんかこういうさ、付属品で座らせるようにさ、俺絶対出すべきだと思うんだよな、こういうガンダムの、もうモビルスーツばっかりじゃなくて、パイロット出してほしいな、フィギュアーツで。
なんで出さないんだろう。ほら、アムロ。これ、USJ 限定の RX7。これ、ナンバーもアムロ。なってる。アムロマシン。こうか。うわ、めっちゃいいじゃん。なにこれ。コナンじゃないみたい。もうガンダムだわ。どうですか、これ。これ最近作ったオリジンなんだけど。おお。かっこいい。こんな感じ。いいね、赤井さん。スナイパーいいね。